つくし茨は、バラ科のバラ属に分類される植物。九州を意味するつくしと茨を合わせた名前で、南九州独特のの茨の意味である。母種のの茨より、全体にやや大きく、花は淡紅色、または白色で、直径3から5センチメートルと大きい。果序や、花柄、額に、紅色の長い線毛が密生するのが特徴で、特に果序は真っ赤になるほど密生する。 商用は5から7枚、新緑色で、荒い巨子があり、田野の茨と異なり小葉に光沢がある。葉裏の毛は少なく、葉熟は無毛で、繊毛が生える。果実は直径5から8ミリ長さ8から10ミリほどで、夏季は5から6月。四国、九州、朝鮮半島南部、中国中西部などに分布する。野原や草原、道端などに生え。 森林に出ることはあまり見ない。河川敷など、河んの多い場所によく生え、刈り込まれてもよく放がする雑草的な性格が強い。バラ栽培の土台として適していたため、洞窟や河川環境の変化に伴い燃焼傾向にあった。そのため県では2004年に、熊本県、レッドデータブックに絶滅危惧種ツールとして登録し、保全を図っている。 現在自生している場所は少なく、熊本県熊郡西北町の熊川河川敷で唯一、群生したつくしいを見ることができる。米倉康二、梶田ただし BG プランツアミオ病学名インデックス、アーカイブド2011年8月28日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。